しかし我が子は随分と人手不足みてえだな。てめえらみたいな邪気を戦場に送ってくるなんて正気じゃねえぜ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。鍛錬システムがあんたの里とは雲泥の差ってことだな。てめえは。 ちょっと油断したらいいだ。とはいえ、 こいつら本当にただの鍵じゃねえな。インポ、迷彩学の術。やった、やった。遅い。やった。 やっぱ手強いな。ガカシ、大丈夫だこの程度。オンド。じゃあな。ガカシ。ガカシ。 死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。帰ってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは 口先だけにしたくないんだ。その目は、オビト、お前、シャリンガンを。ここは仲間は俺が守る。やるぞ。 オビト、ああ、なんでここかで。どうぞ。何にせよ油断はしない。 力を持ってやがるからな。ガキが調子に乗んじゃねえ。何なんだこいつ。さっきまでとは全然違うじゃねえか。おとん、岩宿崩し。生きて帰れると思うなよ。目障りなんだよガキども。 今お前らがいるのは俺の手の中だぜ。誰か。合格。 合格。
助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。 里の奴らが何て言おうと、お前は立派な町人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。
俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。凛を連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。凛、ドトン熱の転生。早く捕まれ。オビト！カカシのやつとせっかく仲良くなれたのに。凛には結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビト。やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。凛はどこなんです。間に合わなくてすまなかったカカシ。話は全部凛から聞いたよ。第三次忍界大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。